まあいいや。頑張れ。ねえ。
きつい。天気よくて助かる。はい。頑張れ。頑張って。
6番線の船に速報が入っています。5番線には2124番木村洋子選手、黒部市です。6番線に千葉新平選手が出入りとなりました。では第四半コース続々と、その他のフィニッシュが続いています。古川さんは初選手として初コースの選手、ここはゴールを迎える選手とさらにその後後半で迎える選手、今後とこの初コースのフィニッシュ地点の方、通過をしている状況です。さあそして女子の方もフィニッシュ、まずはトップ情報が入ってまいりました。2208番の加藤瑠奈選手、現在確認できている女子のトップのフィニッシュとなります。さあそして終了通告が初コースのフィニッシュの方にはトップ選手の姿が多くなってきました。第25回15秒くらいまで、男子8コース、女子8コース、それぞれのセットを落として、こういう状況になることを迎えています。お水ですよ。